大学生のための四則演算講座を、開催したいと思います。四則演算とは、足し算、引き算、掛け算、割り算の4つの計算のことです。で、これをもちろん、大学生は、分かっているとは思うんですけれど、それをですね、少し、違った形の説明の仕方をしたいと思います。ポイントは2つです。1つは、数値を変えるのではなくて、軸を変えるという考え方です。で、これをできるようになると、例えばですね、マイナス1かけるマイナス1というのは1になるんですけれど、どうしてこのマイナスにさらにマイナスをかけて、これがプラスになってしまうのかっていうのが、理解できるようになるというのがこの動画の目的です。まず最初にちょっと例題を2つほど出したいんですけれど、で、この問題をですね、すぐに回答できる場合は、おそらくこの動画は、ですね、見なくても大丈夫だと思うんですけれど、なんとなくちょっとわかりにくいなというふうに、この動画、問題を見て思う人は、この動画を見てみてください。まず1問目。この B 地点に人が立っていて、B 地点から A 地点までの距離はいくつですかというのをどういうふうに計算しますかという問題です。で、この答えは2番なんですけれど、この A-B というので、計算することができます。もう一つ目の問題ですね。大根2本はじゃがいも1個に、交換することができます。また、じゃがいも1個は、500円で売ることができます。では、大根 A 本はいくらになるかという計算式を、求めてくださいというか、作ってくださいという問題です。で、これもちょっと難しいと思うんですけれど、この答えは、これです。2で割って、A を2で割って、500をかけるということになります。で、これがですね、すぐにパッとなかなか答えにくいかと思うんですけれど、今回のこの説明を聞いて、これが、なんとなくこういうふうなんだなっていうのを理解できれば、いいなと思っています。では、ここから具体的に説明をしていきますけど、最初にですね、3たす2なんですけれど、これをですね、今までの、この軸じゃなくて数字を変えるという今までの方法で、まずはちょっと説明をしてみたいと思います。3という数字がありますね。この軸の中では3という数字はここで、で、3たす2は、この、3を右側に2つ移動しましょう。これが3たす2で答えが5という説明だったかと思います。で、これに対して今度は軸を変えるという考え方で同じように3たす2を説明してみたいと思います。軸というのはこれです。で、変えるというのはどういうことかというと、ちょっと一つコピーをして新しい軸を作ります。そして足し算の場合は、この0をこの足し算で足そうとしている2の数字に変えます。で、ここが2になるので、隣は3ですね。ここが3、4。で、左側に行くと数字が小さくなっていく。この軸になるんですけれど、この軸で先ほどのこの3の数字を見ると5に変わると。これが3たす2が5になる、軸を変えるという説明の仕方になります。もう一度ですね、今度はじゃあ引き算で同じように説明してみたいと思います。3の数字を、引き算で計算するんですけれど、ここの数字ですね、原点の数字が今回はマイナス2になります。ここがマイナス2になるので、まあ、2つ隣のここが0ですね。そうすると新しい軸における、もともとのこの3の数字は1となって、3引く2は1という計算ができるかと思います。では最初の問題のですね、これのちょっと復習をしてみたいんですけれど、もともとこれ、B 地点から見た A 地点なので、これ B 地点、ここが原点になる。新しい原点になったときに、ここの座標軸、この座標軸、この座、新しい座標軸っていうのを、この A の数字は何ですかということを聞いてることと同じことなんですね。で、ちょっとそれを踏まえて、さっきの3-2をもう一度見てみると、この2という数字が新しい軸では、これは原点になっています。
つまり先ほどまあマイナスの計算はここがマイナス2になるんだっていうふうに言ったんですけれど、まあそれとまた違う説明の仕方をすると、この2が0になる。この2が0になるというふうにも解釈することができます。つまり引き算というのは、例えばここの地点を原点として、もともとあった3が一体どういう数字に変わりますかっていうのを計算していることというふうにも理解することができるかと思います。ではここからは今度掛け算ですね。を説明してみたいと思います。同じように、この数字自体ですね、を変えるのではなくて、軸を変える方法でいきます。先ほどの足し算と違って、今度はこの単位軸、この1個の長さのようなものですね、1個の長さのようなものが、これが今かける2なので、ここが2になる。というふうにして、例えば考えることができます。そうすると、1つ行って2なので、そのまま行けば4。ですよね。反対側に行けばここの2のマイナスがついたマイナス2というこの新しい軸ができて、この軸においてこの元々の3は6になる。だから 3×2 は6であるという解釈の仕方ができるかと思います。じゃあそれを踏まえてマイナス 1×マイナス1がどうして1になるのかを見ていきたいと思います。マイナス1ですね。で、軸を作って、で、ここからここまでのこの単位軸が今回はマイナス1なのでマイナス1に変わります。そうするとこれ右側に行ってマイナス1、そのまま行けばマイナスの234といきますね。で、こちら側がマイナスなのでこの反対側はプラスになります。そうすると先ほどのマイナス1というのは1になると、新しい軸ではこう右と左が左右が反転した状態の軸ができて、そこの中での数字は、もちろん反転した数字というふうになります。ではですね、かける0ですね、というのをちょっとやってみたいと思います。これ掛け算で0をかけると、すべての数字は0になってしまうんですけれど、それを軸を変えるというやり方で説明をしてみたいと思います。同じように、単位軸。この単位軸が今回はかける0なので、ここが0になります。そうすると0から右に行って0なので、ここのまた0から右に行くと0ですよね。で、同じようにしていくと全部0になって、そして右側に行って0なので、左側に行ったものはマイナスの0。まあ、マイナスの0は全部0なので、結局全部0になります。で、これ全部0でちょっとずっとこの数字が合っていないので、これつまりどういうことかというと、こう、軸が全部一つの点にこうなんとか集約された状態になって、で、これも軸というよりもただの点なんですけれど、かける0をした時のこの軸、点は0なので、どんな数字もこの軸の中、この点の中では0としか表すことができないと。なので、かける0をすると、すべての点が、すべての数値が0になる。ここに集約される。というふうにして見ることができるかと思います。では、四則演算最後の割り算です。まあ、これ、引き算、足し算と、まあ、反転して考えたときと同じように、2分の1をここにですね、この単位軸の2分の1を見てみ、と解釈をすることもできるんですけれど、ちょっと違う説明をするとして、ここの2のところ、この2が、これが単位軸に変わると、1に変わるというような解釈の仕方をすることもできます。こうすると、まあ、半分で 0.5 ですね。というふうなこういう軸になっていきますので、この3の数字は 1.5 になるというふうにして計算することができます。では最後に一番最初にやった問題の2つ目の、これの復習をして終わりにしたいと思います。まあ、大根2本はジャガイモ1個に変換というか交換することができます。で、このジャガイモ1個は500円で売ることができます。で、たとえこれが、ですね、大根が例えば A 本だったときにいくらになるのかっていうのはこういうような計算でできますよという問題だったんですけれど、これをこの軸を使って考えていくと、まず一番最初の軸は、これ大根軸と考えればいいんですね。大根が1本、大根が2本、3本という軸があります。で、ここから次の軸、これをジャガイモ軸として、
大根の2本が、大根の2本が、じゃがいもの1個に変わる。というふうにして、軸の変換をすることができると、見ることができます。つまりこれは、もともとある数字だったものが、次の軸で単位軸になるというものは、これは割り算だったんですね。割り算だったので、この大根から、じゃがいもに変換するところは割り算で表すことができます。で、同じように、今度ここのじゃがいもの1個、じゃがいもの1個はもうすでにこの大きさなので、ここですね。じゃがいもの1個は、お金の軸にすると、500円になるというふうにして見ることができますので、で、こういった形の軸になります。そして、元々のこの大根は、じゃがいもで言うと1個と。で、このじゃがいもの1個は、お金で言うと500円になる。で、この単位軸が、次の軸で、何か違う数字に変わるものは、これは掛け算だという説明をしましたので、一番最初のこの大根の本数割る2かける500。というのが、この大根から、お金をまでを計算する計算式になるということになります。これで、大学生のための四則演算講座を、終了したいと思います。ご清聴ありがとうございました。